それぞれその思春期女子の計画ですけど、なんか一長羅、自慢しにくいシャーク。一長羅で勝負かけんといてね。で、まあ、こういったものをいっぱいその、まあ、いっぱいこの薄いこういったものをね、なおかつ困ることないからね。だから、まあ、コロナの大変でしょうかね。ここまでやっちゃったら、バーナード検査があるからね。とにかく傷つける言葉を吐く男子っていっぱいあるからね。そんなのを対する対策としてね、なんとなくそのレースしてたらいいだけだからね。で、まあ、こんなんとか持ってたら便利だね。で、ちょっとその、防衣臭でもあるし、防衣臭のものもあったら便利な時もあるけどね。例えば、隠れなあかん時とかね、防衣臭にしてたら、逃れるケースもあるし、逆の場合は、相手が変態なんだよね。だからその、今度はね、こうやって出すと結局ね、まあ、フィッシュがね、また防衛士のね、問題を、交際経験があると、男子は防衛士の格好の中心に燃えちゃうわけ。だからまあ、それをするで、理解したことはいいけどね、まあ、こんな格好とかしててもさせられたんですね。俺より男前とかやったらね、ムカつくでしょ。だから、まあ、さらにとしてね、なんか皆さんのチェックを通してね、うちみたいなね、性被害者、天皇家による性被害者に対しての好きなことを言うぐらいから、他の女子に対してもっと好きなことを言うてん。実は、だから、女子はね、本当に、最近の男子のこと嫌いになるでしょうし、で、昔からそう。でもそれはね、うちらの時代から同世代なんで男子はやっぱりもうダメ。ちょっと上の世代は紳士や、ちょっと上から上は。だから年上と絶対付き合うね、女子って絶対年上に憧れるのは言葉間違わへんから。それはうちらの時代もそう？だけど昨今どう？何歳になっても、うちらの少年少女時代みたいな発言しかできへん男子ばっかりでしょ。いや、今の女子幻滅よね。そんな男子の世界におもねってもしゃあないし、おもねるならもう、いっそアニメオタクの世界でしょ？ゲームアニメオタク。そっちはそっちで突っ走って、ほんで、まあ、なんちゅうの？その地下アイドルみたいなのやったら、もう、まず知らないよ。だけど、あっちの、むしろ、コスプレ自分でね、制作して、で、来たり、大阪、日本橋で一緒だったら、あれやるから、イベントがあるから、コスプレ、自分で作ったのかどうか別として、グループで作ったのを、見て歩くみたいな。そんなに参加して楽しいし、合コンの仲間もできるじゃない。うちもね、できればそんなになんか作って参加してるけど、そんな意味がないの。で、じゃあそれがあったら、それがあったらね、どんどん。昔になったらね、暴走族の、まあ、グルーピーみたいなね。って言ったら別に。でもそれは、そっちはそっちの道で、男の方がね、どんな世界行くかっていうリスクはめちゃめちゃ高いですよね。自分の、生まれた環境に応じてね、
った方がいいよ。だってその絶対もう暴走族としか付き合えない階級の女の子おるから、その後にワッタが言ったらってなる。あのね、私よかって、女同士で話したんだよね。そりゃそう、当たり前じゃない。じゃあ今度はどうするかって言ったら、真面目に働いて、真面目に勉強して働いて、じゃあ会社に就職して、で誰かと結婚するなんてのもあるね。ある程度お金を貯めたらお店、喫茶店、憧れの可愛い喫茶店、難しいでしょ、ね、あのパトロンがおらんと、あるいは恋人がおらんと、あるいは結婚してる、結婚したら今度子供を産むんやと思って、子供までから結婚しようなんて感じ少ないから、で女子も、ね、絶対この人の子供みたいっていう男性と結婚できるとは限らんし、なんか競争力もないです。で、だからその少女時代から女になりといたら、その結婚もし子供も産む可能性高い。それは女子にとってね、一番メインストリーム。ストリームってメインストリートやから。でしょ、ストリートって男っぽいね。じゃあメインストリームってとこか。でしょ、主流やから、ね。だから、ぜひそっちに大多数の人が参加して目指した方がいい。ね。普通にこうやってキャピ今日交際して、ね。いろんなグループ交際が破滅していくことがあるのは、それはもうそういう世界観減ってるから、実は。だけど、昔もね、結構そういうのを破滅して、難しい。破滅したからが頑張り、頑張りできる、頑張り。女もそう、男もそう。若い時のノリで、激しく遊んで失敗して、なんとか生きる。そっから実は人生始まる。って、分かっていくし。破滅もしてないのに逃げて逃げて、ほんで破滅の演技、これは永遠に破滅。破滅して立ち上がるポイントがないからよ。破滅の演技では立ち上がるポイントもないし、反省もしないし、その演技やから。じゃあ例えば超安全と爆音族って破滅の演技なの。だから永遠にやり続けると思う。例えばこういうセクシー動画を見てたら、シーンとなるから、ああ、やっぱりあの人たちモテない程度ってはっきり分かったわって。今頃家帰ってしこってるよね。って言ったら、うわ、そういう表現を取られたら、困るから、人にどういうふうに表現されるか分からないので、そんなことされると評価が下がっちゃうから、困りますから、また。その繰り返し。ひたすら、その応酬になる。分かってたこっちはいろいろやってる。あいつらあれしかできないんです、訓練。永遠にあれ続けると思います。だからこっち別のことしながら時々あいつのこと書いてる。たまに書いてるよ、あいつのこと。知らんやつが書いてる。じゃあ、あいつら、そういう表現、評価上問題ですので、評価を守るために、こちらもこの表現します。これは報復ですって、永遠にやるよね。報復されたくなかったらその表現やめなさいみたいな。今やめたら、そろそろあの表現しなさいって。永遠にそれしかできない。金のある限り、お父さんとお母さん。お父様かお母様。場合によってはおじい様か。おばあ。で、場合によっては、ネットで儲けてる。ネットで人騙した。騙してるって自覚になる。あっても、なくてもやる。可能性。あるからこそ、ストレス解消する。永遠に結婚できる。ああいうのに騙されたらあかん。普段は高級車乗ってるんですけど、やってることは、爆音する。地域いじめの爆音する。その地域いじめの、爆音攻撃の女子が絶対嫌がるから。で、地域とお母さん、何にとって、企業社会なのにとって、役所の、あらゆる宗教の政治の全ての産業のお母さんが地域社会だから、産業所のお母さんに当たるのに絶対地域社会だから、そこをいじめたら、女子はもうガンガンに怒るんですみたいな。だからこんなとこ爆音通ったらいいんだよ。起こしたんですよ。だからすんのよ。だからこんなのになっちゃう。もうその時点で女の心ひいて冷めてるから、ね。それで、ああって笑う女は、あ、まあ、いわゆる悪女タイプっていうのはその男の重みっていうの、男性世界。で、その男はそれを喜んで話す。で、その女はその男を話しさせた後、見たりという男を探してまた話しさせて、その女もどんどん不幸になってくる。すごいです。